さあ今月18日に開幕します第96回選抜高校野球、兵庫県からは報徳学園が2年連続23回目の出場を決めました。もう何を言っても上条さん、はい、報徳は去年準優勝しましたからね。そうですよ、本当にもう忘れ物は1個だけですよ、決勝戦の敗北だけですから、はいはい、それを今年をちょっとね、狙ってほしいですね、はい、去年果たせなかった全国制覇に向けて練習に励む報徳学園を取材しました。西宮市の報徳学園、去年の選抜では21年ぶりに決勝に進出しましたが、惜しくも準優勝に終わりました。今年の報徳学園は牧歩夢投手と今朝丸裕樹投手の強力な2枚看板が魅力です。2人とも去年の選抜で決勝の舞台を経験しました。二枚看板の一人、創部以来初とされるエースでキャプテンの牧投手です。やっぱりコントロールとそこに投げ切る変化球の制球力が一番ストロングポイントかなというふうに思います。抜群のコントロールとキレのある変化球を操るエースの牧投手、キャプテンとしてもチームを引っ張ります。正確に投げ分けるコントロールはどうやって身につけたのでしょうか。暇さえあればこうボールに触ってで、ボールの感覚だったりそういうのをまあ養うっていうのに答えてます。指先の感覚っていうのがやっぱ自分結構長けてる方だと思ってるんで、この指先でこうコントロールの調整だったり自分のこうイメージ通りのリリースをできるというか、イメージとこの現実がマッチしているっていうのが感覚がいいっていうことじゃないかなと思います。一方こちらは大会屈指の右腕として名前が上がるプロ注目の今朝丸投手。一番自信のある球種はストレートです。角度のあるストレートっていうところが武器かなとは思います。今朝丸投手の持ち味は何といっても力強いストレート。自分は手足が長いんで、まあ、伸びるストレートっていうのが自分の一番の持ち味かなと思います。爆発力っていうところが長所かなと思います。身長187センチの長身を生かした最速150キロのストレートと鋭いフォークを織り交ぜバッターを翻弄します。そんな2人に大会の目標を聞いてみました。まあ、自分の中ではこうノーヒットノーランという目標を掲げて、まあ、その結果に限りなく近づけるような結果っていうのを残したいと思ってます。今年の甲子園で、まあ、自分が決めていることがノーヒットノーランをするっていうことなんで。そうか、すごいね。2人の目標はともにノーヒットノーラン。もともと僕がノーヒットノーランしたいっていう風に話してて、じゃあ俺もっていう風な感じで、じゃあ俺も今2人の目標っていう風になりました。じゃあ俺も、マキもノーヒットノーランって言ってるんですけど、まあ先に僕がノーヒットノーランをするっていう自分の心で思ってるんで。チームメイトでありながらライバルとして意識し合う2人、試合でもお互いを高め合うため切磋琢磨しています。この試合やっていく中でもこう勝負というか、防御率だったり打たれたヒットの数だったりそういうところで勝負して、でお互いがそういうところを意識したらやっぱいい結果にもつながってくると思うので、試合の中でもこう高め合うというかライバル心をしっかり持ってやっていきたいなというのを話します。
二枚看板と言われてるんで、まあ、自分も任されたとこはしっかり仕事をして、まあ、マキも一緒にその戦ってい、いこうかなと思います。ライバル視しつつも信頼し合っている2人。そんな2人の関係性について大角監督は、あの、私的にはもっとこうライバル意識をこう燃やしてほしいぐらいで、まあ、私から見るところでは、あの、結構仲良くいつも2人でキャッチボールしたり、まあ、あの、仲のいい雰囲気は、あの、すごい見られますね。もうバチバチした感じはあまり見られないですね。あの、去年の春の県大会で今朝丸が1番をつけて、で、新チームからは牧が1番をつけてというところで、両方が、あの、一番の経験者なので、最後は、あの、いい球を投げるというよりはチームを勝ちに導けるピッチャーが、あの、エースだと思っておりますので、まずはそこがしっかり安定したピッチングをしてくれるということをもとに、まあ、どう勝ち進んでいこうかということは考えております。主催者を代表しまして、報徳学園は先日行われた組み合わせ抽選会で、初戦は大会5日目の第3試合、愛知の愛工大名電と対戦することが決まりました。初戦からですからね、好ゲームですね、これね。まもなく始まる選抜大会に向けて、牧、今朝丸両投手の意気込みは、甲子園でその自分の身長を生かして、まあ、そのバッターを操るっていうことを意識して投げていきたいかなと思います。まあ、チームとしては日本一を取るっていうことなんで、やっぱ自分がこれまで経験した、まあ、甲子園だったり、まあ、そういうのを、まあ、選手に伝えて、一番はこう甲子園で楽しみながら結果が出るっていうのが一番いいんで、まあ、その楽しみ方だったりを、まあ、チームで共有していきたいなっていうふうに思ってます。やっぱり日本一っていうのだけを掲げて、まあ、一戦必勝やっていきたいなというふうに思ってます。報徳学園はダブルエースの2枚看板を中心に去年の雪辱を果たし、全国制覇を目指します。もう大角監督はね、もっとバチバチしてほしいという話をしてましたけど、本当にね、この2枚看板楽しみですね。ですね。もうずっとこの2人見てお酒飲めるわ。今の VTR 良かったですね。でも僕も実際学校行かしてもらって、はい、その時はちょっと今朝丸くんが休みで、はい、牧くんがウエイトトレーニング雨の中ずっとしてたんですけど、はい、牧くんちょっとお話聞きましたけど、まあ、ライバルは今朝丸ですっていうことはその時も言ってて、でもなんか普段は本当に仲いいんですっていうのも、この2人だけじゃなくてピッチャー陣 もう西田君とか星山君とかいっぱいいるんですけど、みんな仲いいって、はい、いや本当にね、この2人のピッチャーになりますけども、うん、あの、特徴がそれぞれあって、はい、で、あの、牧投手も今朝丸投手もちょっとね、それぞれ違ったキャラクターというか、うん、これが面白いところなんですよね。はい、はい、まず牧投手が、うん、まあ、コントロールが抜群、はい、優れた指先の感覚、変化球の制球力ということなんですよね。うんうん、で、今朝丸投手は長身を生かした爆発力、そうですね、はい、うん、力でという感じですかね、うん、ストレート、そしてフォークというところですけど、うん、だから今朝丸投手なんかやっぱりこのプロのスカウトなんかはもうこの、やっぱこの、はい、まあ、身長もありますし、手足も長いのもありますし、いや、まあ、かなり注目してるピッチャーやと思いますけどね。潜在能力が、いや、かなりポテンシャル高いです。ただこのね、牧君がね、これ100、はい、このなんか抜群のコントロール、変化球の制球力って言ったら、はい、まあ、ストレートはそんなに出ないんじゃないかなって思われがちですけど、140キロ半ばぐらい出しますから。すごいですね。で、僕ちょっとお話しした時に、はい、実は上条さん、はい、春の選抜で僕も150キロ叩き出したいっていうのは狙ってますってことを言ってたんで、そんな球投げて抜群のコントロール持ってるんですよ。いや、これは打てないですよね。それがこう2人いるんですよ、はい、チームに。これはもう大角監督も頼もしいと思いますけどね、はい、もうこの2枚看板いかにすごいかというのがね、うん、分かっていただけると思うんですが、はい、まあ、そのすごさ表す目標というのがこちらなんですよね、はい、うん、まあ、VTR にもありましたけども、選抜の目標ノーヒットノーラン、
これなかなか出てこないワードですよね。聞いたことないですね、選抜の目標 で、はい、で高校で一度やりたいとかじゃなくて全国大会ですからね、はい、甲子園でやりたいっていう。実は僕もその牧君と喋った時にまずこれを言われて、はい、僕はノーヒットノーラン狙ってるんですって、はい、えなんでなのって聞いた時に、実は中学のチームの時に、はい、ノーヒットノーランをしたことがあって、はい、でノーヒットノーランピッチャーが点さえ取られなかったら、はい、チームが負けることはないってその時に分かったんです、だからマウンドに上がってる僕がまずノーヒットノーランを目指してやることがチームの勝利につながるって、はい、これねちょっと見た時に自分のためかみたいなね、思うんですけど、チームのためにノーヒットノーランを狙っているっていうところがまたキャプテンらしいですし、でそれを聞いて俺もっていうと今朝丸くんまたねキャラが出てね面白いですし、いやなんか2人で例えば系統でノーヒットノーランとか、だって去年の決勝も2人は投げましたからね、あの選抜の決勝山梨学院とやった時に、あの時に牧君が点取られてね、その時の悔しさもあったと思うんで、まあ今回はその時の負けを知ってこの舞台にもう一度帰ってきたっていうのは、僕はねすごいピッチングを2人は見せてくれると思いますよ。確かにチームのためのノーヒットノーランだと、いやと思います。僕はそう理解しましたけどね。はい、この回で26年間高校野球を取材している湯浅アナウンサーも初めて聞いたと、はい、湯浅さんが初めて聞いたらもう全国のどんなアナウンサーも初めて聞いた確かにあんまりねノーヒットノーランですっていうのはちょっとね、なかなか言わないですけどね。まあ個人的なことを言うと、その牧君って特進クラスなんですよね。すごいですね。すごいですよ、勉強もできて、はい、だからみんなが練習試合行ってる時に土曜日も自分は授業を受けてやってる時に、授業を受けながらも今の時間も今朝丸が経験積んで俺よりすごくなってんのかって、こうグーって、今大隅監督は仲良しに見えるって言ってましたけど、うちに秘めたるこの相手のライバルっていうシーンっていうのはむちゃくちゃ高いと思うんで、だからこそこういう素晴らしい2人のピッチャーが生まれたと思うんで、もう楽しみでならないですね選抜が、はい、うん、もうこのねお二人の秘話も含めてこう話してもらったんですけども、はい、より詳しくということで、はい、今回は両投手の、まあ、ボールを受けているキャッチャー、はい、お徳田君、徳田拓郎捕手にそれぞれ迫りますか、サンテレビは、はい、まず牧投手については、はい、投球パターンが豊富なんです。ああ自分で配球を考えてくれます、うん、一緒にバッター対策を考えてくれるんです、うん、というのが牧投手、はい、そして今朝丸投手は一球一球がもう一級品なんです、はいはいはい、で考えて投げるタイプではないんですと、はいはい、で試合中自分が引っ張りようにしていますと、はい、やっぱりこう全く違いますけど、はい、本当になんかプロタイプですね。一球一球がもう一級品っていう、あだからもうそのリード通りに投げてたら打てへんやろっていう、多分リードしてても面白いと思うんですけど、牧君は本当に今監督さんもおっしゃってましたけど、どこでも投げてくる、先発もいけるし、もうあとリリーフもできるし、はい、でどっちがどうやって言っても監督僕どっちでもいけますよっていう、もう本当に頼もしいっていうキャプ、はい、だからキャプテンになってるんでしょうけど、初めてって言ってましたもんね、ピッチャーでエースでキャプテンっていうのは。それくらいのやっぱり責任というか、はあ、やっぱりこの子なら大丈夫だって大隅監督もやっぱり思ったんですね。そうですね。で僕この今出たこの今朝丸、牧、この徳田、この3人、はい、僕中学の時に甲子園でタイガースカップっていうのがあって、はあ、全員僕見てるんですよ。うわ伊丹中央ボーイズですわ、はい、もうガリガリのキャッチャーでセーフティーバントの決めて、はい、足速いやん言って、はい、言うてた子やんか思って、この報徳のキャッチャーになってたんですよ。コメントがお父さんになってますね。すいません、ごめんなさいね、はい、徳田君もう見てたよ甲子園で、はい、また甲子園に帰ってきたね本当に嬉しい、はい、うん、そして、まあ、対戦カード、はい、大会5日目の第3試合、はい、愛知の愛工大名電との初戦、またこれカードがもうこの初戦でこれ、これ決勝戦のカードでしょこれ初戦なのこれ、はい、いやもうね、うん、まあ、でも楽しみですよね。いやもうワクワクしかないですね、はい、名電にもね、あのいいバッター3番の石見というね、左バッターでいいバッタープロ注目のバッターいるんで、はい、まあ、ここと今朝丸牧対決とかも見たいしね、抑えてほしいなと思います、ね、いや本当ですね、はい、はい、まあ、この試合の模様ね、あのキャッチプラスでも特集などニュースでお伝えしていきます。いや楽しみです、はいはい、以上特集でした。